昔から文学と音楽ってすごくこうつながりがあると思うんですけど、うん、シェイクスピア特にベートーベンやっていても、例えばテンペストのソナタのように嵐、シェイクスピアの嵐に基づいていたり、幽霊のトリオでもハムレットの最初の場面が出てきたりと、本当にどの作曲家もすごく尊敬してたのがシェイクスピアだと思うし、他の作家も例えばベートーベンにもよく出てくるゲーテとも、すごくシェイクスピアにも影響を受けていたと思うし、なんかそういう面も考えて、まあ、前回歌曲でしたけど、すごくそういう詩と音楽とか文学とっていうか物語と音楽ってことに昔から興味があるんですね。で、今回の一緒にやる伊福健太郎さん、駒田俊明さん、それでプログラムノート書いてくださる前島さんと一緒にすごいプログラム練ったんですけど、もともと私たちは私が日本に帰ってくるためにボルフ会っていうのをやってまして、っていうのは私駒田さんと伊福さんが一緒にやってたボルフの歌曲を聴いて、なんかものすごい感動したんで、それは聴いてのビルヘルマイスターからの詩だったんですけども、それでそれがきっかけに、ボルフを日本で広めようっていう話になって、全然話がそれてるんですけど、で、飲み会なんですけどね、よく新宿の思い出横丁とか行って飲んでるんですよ。でそこで話し合ったのが、実はそういうなんか春の学祭でシェイクスピアのプロジェクトが あるんだけどって話になって、でいろいろ話していくうちに、なんかもうすごいプログラムができちゃってで伊福さんと連弾でメンデルスゾーンの真夏の夜のイメージ、ずっとこれやりたかった曲で、前小沢さんとメンデルスゾーンコンチェルト録音した時も、休憩の後、そのコンサートの休憩の後がこの曲で、なんか本当 にメンデルスゾーンが連弾にしてるんですけども、ピアノでオーケストラを表すような、真夏の夜の夢のなんかすごくこう幻想的な部分と、なんかすごくコメディーな部分と、ものすごくこう神秘的な部分といろんな面がこう出てる曲だと思うんですけど、で私がちょっとプログラム考えてて思いついたのは、実はミュンヘンで今いろんなコンサート行ってる中でモーツァルトのレクイエムを聴いたんですね。でその時にレクイエム全体をばらして、間にほんとブラームスとか現代曲とかリゲティとか、なんかそういうコーラスの曲とか入れてたんです。でそれってすごく面白いアイデアで、全然違和感がなかったんです。なんで今回もメンデルスの夏の夜の夢をばらして、間に歌曲を入れようって、で駒田さんや前島さんみんなでこうすごくいろんな曲を発掘していくうちに、あ、こんなにシェイクスピアの詩でいっぱい面白い曲があったんだって。もちろんハイドンやシューベルトもありますし、コルンゴルトやフィンジーとか、皆さんがなかなか聞かれない作曲もあると思うんですけども、特にコルンゴルトはすごく面白いバックストーリーがありまして、昔ドイツの舞台監督マックス・ラインハルトっていう人がいたんですけど、彼が、真夏の夜の夢の映画を作るときに、まだその当時はハリウッドに行ってなかった、オーストリアに行ったコルンゴルトに、メンデルスゾーンの曲を編曲してほしいって頼んだんです。それでコルンゴルトは実はハリウッドに行って、で、今回やる歌曲もマックス・ラインハルトが自分のイベントにのために書いてもらった曲なんですね。なので、実はこういう縁がなかったら、コルンゴルトはハリウッドに行ってなかったかもしれないっていうことなんです。でなんかそういう関係を考えてると、もう歴史的にもすごく面白いプログラムになってるんですけど、なので本当にお客さんがシェイクスピアの詩の意味を考えたりするだけではなくて、本当になんか劇を見ているような楽しさがあるように駒田さんが語ったりもしてくれますし、私たち全員でこの一生懸命練ったプログラム、それからこの演奏していて楽しいっていうことを皆さんが聞いて分かってくださったら嬉しいなと思います。